次元って何かっていうとですね、この軸の本数です。1次元が1本で、2次元が2本で、3次元が3本でっていうのが軸の本数、縦横高さっていうのが次元です。で、縦横高さに時間軸入れたのが、軸 4本、4次元です。数学では別に本数だけであって、それは時間じゃなくてもいいと。で、空間の中に空間っていうような考え方があって、空間の中に空間が畳み込まれているっていうことなんですけど、で、この畳み込むっていう感覚が、絨毯こうよーく見てあげると、これ頑張ってね、あの塾の絨毯を拡大して写真撮ってたんですけど、こうやってなんかアリンコさんとかのみから見れば、こうやって登んなきゃいけない、カタ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 登んなきゃいけないと、平らじゃないというので、この絨毯2次元かなと思うんですが、縦横にこう高さがありますよなんですね。っていうふうにして、2次元と思っていた世界に高さがあった。これ拡大すると、この繊維一本一本がこの中にこう一本かなと思いきや、ここにまた入れるんですね。なので、縦横高さ以外に、縦横高さ以外に、こうやって空間がこうあるんですよっていうふうに見てあげると、またこれ軸が4本目になりますと、これ次元が上がってきてるんですね。3本軸から4本軸になったので、次元が上がると。で、皆さんがそういうふうに見ることができれば、皆さんの次元が上がってるんですよ。平らの奥に実はゼロポイントフィールドが畳み込まれてるって、そういうことなんですよ。皆さんもゼロポイントフィールドが畳み込まれてるっていうふうに、平らの空間の中の空間の中の空間の中の中のってこう軸が増えたイコール次元が高いところにゼロポイントフィールドがあるんですね。絨毯の話をしたいわけじゃなくて、開花は生き方なので、ここから開花の話なんですね。で、空間の中に空間を見れるかどうかっていうのが、この次元軸の本数が増えるイコール次元が増えるイコール、これが次元の高い意識っていうことなんですが、ここから先があります。で、例えばですよ、時間軸の増やし方、次元の上げ方、高い次元の高い考え方が、お昼社長とすれ違ったら、社長がなんかこんな嫌な顔してたと。で、そしたら、あ、なんか社長機嫌悪そう、ちょっと話しかけるのやめとこうみたいな風になってしまう。表面しか見てないと、顔だけ見ててなんか嫌そうな顔してるから、ちょっと機嫌悪いんだな、ちょっと話しかけるのやめとこうって思ってしまうけど、話しかけないと、なんか私嫌われたのかなとか思ってしまって話しかけない。でも時間軸を増やしてあげて、で、あ、そういえばなんか朝社長がなんかお腹痛がってたと、きっとお腹痛くてうわってこういう顔してるのかなと思って、社長体大丈夫ですかってこう聞いてあげると、っていうのが背景まで見れますか、時間軸を見れますか。スタッフがなんか仕事頼んだけど、なんかむすくれてると、何が起こってるみたいに思ってし、表面だけ見ると何むすくれてるんって思うけど、なんか生理痛ですごく痛い時かもしれないと、かもしれない、分かんないと、その背景を見てあげる、空間の中の空間を見てあげるっていう風にしてあげる。で、そうすると、例えばこの社長さんにとってみれば、この青い人、すれ違ってなんか話しかけない女の人がいて、で、社長は俺はこんだけ辛い思いしてやってるのに、何この人無視してみたいな感じに見えてしまうけど、この人、ピンクの人にとってみれば、社長さんは、あ、なんかこの子相当分かってるなみたいな、それが次元が高いってことなんですね。次元が高いっていうのは、軸の本数が多いってことは、どんだけこう背景見れますか、お相手の生い立ちとか将来性を見れますかっていうのが、この次元の高いってことなんですね。軸の本数が多いってことです。他の例です。例えばすごい怒鳴ってくる人がいると、威張る人がいます、仲間で、社員で。で、表面上を見ると、表面しか見えてない、2次元3次元しか見えてないと、あんな言い方しなくていいじゃんみたいな、絶対もう付き合わないみたいな、口聞かないみたいな思ってしまうのが、表面2次元3次元の判断です。だけど、怒鳴る人っていうのは、お相手の空間時間軸見てあげると、その生い立ちの上で、その人が怒鳴られて育ってきて、で、自分の居場所を失ってる人が多いんですよ。自分の居場所を失ってて、で、そうすると自分の存在意義を失ってしまうと、自ら命を絶つみたいなふうになってしまうので、自分の存在意義を示すために、弱い立場の人につい怒鳴っちゃうんですね。で、自分がここにいるぞっていうふうにするしかない。
そういう人が多いです。なのでそのお相手の背景を聞いてあげる。何かあったの、怒鳴る人に対して、その怒鳴る人に対して何あいつもう超最悪じゃなくて、自分がどんだけお相手の背景を見れますかってことなんですね。